ゆっくり霊夢だよ。マリサだぜ。今回はゆっくり解説モーニング娘。の第5回だよ。今回からやっと2000年代に突入するよ。やっとなんだぜ。結成から約2年経過で第5回なら、完結まではまだまだなんだぜ。モーニング娘。はまだまだ活躍中だから、ある意味で完結はないんだけどね。確かにそうなんだぜ。でも、早く今の活動に追いつけるように頑張るよ。再生数少ないけど頑張ってるんだぜ。再生数を気にして作っているわけではないので、大丈夫だよ。それならいいんだぜ。それでは気を取り直して始めるよ。それでは今回も、ゆっくりしていってね。今回はまず2000年の卒業者について話すよ。1999年の年末に石黒綾の卒業が発表されたな。そうだね。あと、市井さやかの卒業もあったので、合わせて説明するよ。まず、石黒綾の卒業から話すと、1999年12月5日に卒業発表後の、約1ヶ月後にあたる2000年1月7日の、大阪厚生年金会館で行われた、ハロープロジェクトハッピーニューイヤー2000にて卒業したよ。大阪厚生年金会館って、今のオリックス劇場だから、ホールコンでの卒業だったんだな。発表から卒業まで1ヶ月だったし、ハロコンでの卒業だから仕方ないね。確かに急な感じはしたんだぜ。それにラブマシーンが大ヒットした直後の、卒業は意外だったんだぜ。卒業理由は何だった？服飾関係の道を再び目指すとのことだったよ。確か、もともとは服飾系の短大生だったんだぜ。そうだね。デビュー確定前に中退したんだよね。愛の種の5万枚手売りキャンペーンと、学校の試験が重なったりなど、モーニング娘。と学校の2択で、大学を辞めたけど、服飾にも未練があったみたいだよ。一番やりたいことが変わったんだな。ただ、それだけではなかったみたいだよ。2016年のバラエティ番組にて、石黒綾さんがモーニング娘。時代の話で、事務所に対してネガティブに取られる発言をしたんだよね。ただ、一部が事実と異なる内容だったため、ブログでお詫びと題し、発言に間違いがあったことを謝罪したんだよ。ネガティブとはどんな内容なんだぜ。まあそこは真実もわからないし、この動画の本題からずれるので割愛するよ。確かにそうなんだぜ。話を戻すよ。そのブログで事務所への感謝を述べる形で、このように書かれていたよ。私のグループ卒業に関しては、彼氏を作り、軽率な行動によってご迷惑をおかけした上、自分の我を通したものです。それに対しても、最後まで花道を作って、送り出してくださいました。ああ、でもこれって噂はあったよね。うん、2000年5月にはルナシーの深夜さんと結婚されたしね。卒業理由は結婚もあったのかな。自分の我を通したってあるのでそうかもしれないね。卒業したから結婚というのもあるかもしれないんだぜ。そうだよね。このエピソードも動画で取り上げるべきか。少し迷ったんだけど、こういった形で本人が発言した事実は、取り上げてもいいかなと思ってね。本人発言であれば事実だろうしね。大人の事情みたいなのもあるかもしれないから、すべてを信じるわけにはいかないけど、一応今後も、マスコミや第三者の発言でなく、本人発信の情報は可能な範囲で、取り上げようと思うよ。あまりネガティブなのは避けてほしいんだぜ。それはもちろんだよ。話を戻して市井さやかの卒業を話すよ。市井さやかは2000年5月21日に、日本武道館で行われた、モーニング娘。スプリングコンサートツアー2000ダンシングラブサイト、にて卒業したよ。市井さんの卒業理由は何だった？音楽制作を真剣に勉強してみたいと思うようになった。シンガーソングライターになり、ソロ活動をしたい。だったよ。確かに卒業後にバンドやソロ活動をしてたんだぜ。大成さんとの市井さやかインキュービッククロスだね。では、市井さんの卒業理由に実話はなかったのかな。いや、そうでもなくて、市井さやかも後年、卒業理由については、テレビで次のように答えてたよ。遊びたくなっちゃったんだと思います。恋愛もしたいし、普通の生活をしてみたいって思った。芸能人ですって言われてから、いつの日か帽子をかぶるようになったり、マスクをしたり、そこに正直疲れちゃったのかな。モーニング娘。であることに疲れたのかな。そうは言っていないけど、卒業時は16歳ということで、やはり言葉通りに普通の生活をしたくなったのかもしれないね。なるほど。でも、去るものあれば来たるものありということで、モーニング娘。第3回追加オーディションが開催されたよ。4期メンバーのオーディションなんだぜ。追加オーディションは、石黒綾卒業の数日後である1月30日に、朝ヤンにて告知されたよ。つんくは、
音楽がめちゃくちゃ好きなやつ、歌が大好きなやつを募集したいですよね。追加人数は3人。石黒の穴を埋めるポジションではなく、もっと1から。って語っていたよ。1からということは、モーニング娘。の再構築ってことかな。多分そういう意味だと思うよ。なお、オーディションには、応募総数は25,000通、2次審査に400人が進み、3次審査では35名まで絞られたよ。3次審査ではつんくの発注により、全員に同じようなメイクを施した上で35名の歌をもう一度聞き直したい。ということでプロによるメイクが施され、その後に1人ずつ歌審査と面談が行われたよ。そして最終審査には10名が進み、恒例の合宿を行うことになるよ。課題曲は何だったんだぜ。ダンスは恋のダンスサイトで、歌唱は赤い日記帳だったよ。赤い日記帳は難しそうなんだぜ。こうして4月16日の朝ヤンにて、合格者が発表され、石川梨花、加護愛、吉沢瞳、辻のぞみ、以上、4名が合格した。3人ではなかったのか？つんく曰く、どうしても外せないっていうか、もう一人、すごく良かったんで、誰が1着誰が4着っていうわけじゃないんですけど、4人目としてね。ということで辻のぞみが追加で発表されたんだ。その後の辻加護コンビの活躍を考えると、さすがつんくさんなんだぜ。こうして、2名の卒業と4名の加入があったモーニング娘は、怒涛の勢いで黄金期に突入することになるよ。ラブマシーンからの勢いが止まらなかったんだぜ。勢いそのままで、この年2000年は、次のシングルを発表したよ。1月26日発売、8枚目シングル、恋のダンスサイト、5月17日発売、9枚目シングル、ハッピーサマーウェディング、9月6日発売、10枚目シングル、アイウィッシュ、12月13日発売、11枚目シングル、恋愛レボリューション21、と4枚のシングルをリリースしたよ。年に4枚はかなりハイペースなんだぜ。グループ内やシャッフルユニットでも発売しているしね。一般の人にも未だに認知されてそうな曲ばかりなんだぜ。恋愛レボリューション21も替え歌 CM が多く、昨年も NTT ドコモの D 払いの CM に替え歌が使われたよね。こういったヒット曲を持っているのが、モーニング娘。のすごいところでもあるんだぜ。現役のメンバーもテレビ出演時には未だに、ラブマシーンをはじめ、この時期の曲を歌うことも多くあるよね。今のモーニング娘。のファン的には微妙な時もあるんだぜ。そうだよね。ラブマ保存会みたいな言葉で揶揄されることもあるしね。やはり、現役メンバーには、自分たちの代の曲を歌わせてあげたい気もするんだぜ。まあテレビ局側の都合もあるだろうからね。確かに。でも、20年以上前の曲が未だに認知度が高いことの裏返しでもあるし、現在でも出す曲すべてがオリコン上位になる。このことはポジティブに捉えたいと思うよ。全シングルがオリコンランキングで6位以上なんだぜ。本当にすごいことだよ。話を戻すよ。2000年はテレビ CM も急増することになったよ。2000年2月に阿部なつみがメンバー初めてのテレビ CM 出演すると、一気にテレビ CM が増えることになるよ。阿部さんのは金棒の皿だったんだぜ。調べきれてないかもしれないけど、最低でも8社との CM 契約で、時代的なものもあるけど CM パターンも多く作られてたよ。グリコのムースポッキーってメンバー全員分のバージョンなかったっけ？確かにあったよね。一般の人への認知度が高くなるんだぜ。そうだね。この頃のメンバー認知度の高さは、朝ヤンや歌番など人気番組の出演以外に、テレビ CM の露出がかなり多かったのが原因だったと思うよ。テレビ一強の時代ならではなんだぜ。そうだね。仮に現役メンバーが同じだけ CM に出演しても、当時ほどの認知度効果はないはずだよ。さっき話してたムースポッキーは、冒頭に加護愛の巻とかメンバー紹介までされてたからね。当時はファン以外の人もメンバーの名前全員覚えてたんだぜ。あと、この年は冠番組も増えたよ。まあ正直言って、ファン以外の人が見る内容でもなかったと思うし。深夜枠や短尺の番組もあったけど、当時のモーニング娘の勢いを示すものではあったと思うよ。世間向けという意味では、朝ヤンや歌番の方が影響はあったということか。そうだね。あと、この年行われたシドニーオリンピックの、TBS 中継応援団として、オリンピック関連番組に出演したりしてたので、本当にすごい勢いがあったんだよ。アイウィッシュはシドニーオリンピックの TBS テーマソングだったんだぜ。それでは最後に2000年にあった、他の主な出来事を見ていくよ。いつものように全部振り返らないのか？
出来事が多すぎて本編で紹介したのは省いて、その他で注目すべき出来事だけにするよ。確かに全部だと尺が長くなりすぎそうだな。それでは見ていくよ。まず、3月8日にハロープロジェクトの、シャッフルユニット企画で結成した、赤組4、黄色5、青色7が、おのおのシングルを発売したよ。メンバー構成と楽曲はどうなってたんだぜ。赤組4はモーニング娘。から、中澤優子と後藤真希、T&C ボンバーから篠田美穂、ココナッツ娘からダニエル、の4人で構成され、楽曲は赤い日記帳。黄色5はモーニング娘。から、阿部夏美と安田圭、ソロの平家道よ。T&C ボンバーからルル、ココナッツ娘から綾香、の5人で構成され、楽曲は黄色いお空でブンブンブン。青色7はモーニング娘。から、飯田香織と市井さやかと矢口真理、T&C ボンバーから稲葉貴子と小湊美和、ココナッツ娘からミカトレフア、の7人で構成され、楽曲は青いスポーツカーの男、となっていたんだよ。同日発売なら順位が気になるんだぜ。そうだね。オリコン週間ランキングは、赤い日記帳が2位、黄色いお空でブンブンブンが3位、青いスポーツカーの男が4位、だったんだ。上位独占なんだぜ。でもこの週の1位が気になるな。1位はキンキキッズだったので勝てなかったよ。キンキキッズは未だに全曲1位だしな。まあシャッフルユニットでも上位にランクインできたのはすごいと思うよ。確かに。5月20日に主演映画ピンチランナーが公開された。霊夢は見ていないので何とも言えないけど、実際の駅伝に参加したのは覚えているよ。メンバーは演技以上に大変だっただろうな。7月5日には石黒綾の代わりに、石川理香と籠愛が加入した新生タンポポが、5枚目シングル乙女パスタに感動を発売。そして7月26日に、市井さやかの代わりに吉沢ひとみが加入した新生クッチモミが、セカンドシングル青春時代1,2,3、バイセコ大成功を発売したよ。メンバーの卒業はグループ内ユニットにも影響あるんだぜ。確かにそうだけど、また違ったユニットの良さも出るよね。確かに雰囲気は変わったんだぜ。はい、というわけで、2000年にあった他の主な出来事を見ていったよ。まだ、20年以上あるんだが、このシリーズはいつ終わるんだぜ。公開スピードも遅くなってきたんだぜ。他の動画も作っているから、どうしてもね。あと、普通に会社の仕事もあるので時間確保が難しい。寝る前の数時間しか作業できないんだぜ。時間かかっても、このシリーズは必ず完結させるので。もしよかったら、チャンネル登録をして待っててくれると嬉しいよ。了解なんだぜ。それでは今回は以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。よかったら次回も、ゆっくり見ていってね。